あ、はい、皆さんおはようございます。ワドツです。今日は2019年3月の10日、朝の6時31分です。よろしくお願いします。おはよう。朝ごはんだね。起きたから何も食べてなくて、今から食べるよ。おはよう。今から朝飯だね。あんまり店で食うの好きじゃないんだよね。落ち着かないね。いただきます。松屋とかすき家ってさ、ブルーワーカーの人多いじゃん。なんかイライラしながらご飯食べたくないじゃん。
うまい。マトヤうまいね。添加物使ってないすごいよね。添加物使わないでこの品質保てんのかな。松屋だね。うまいな。
あ、ガイアの予約さん、どうも。おはよごちそうさまです。おはよう、ゆうさん。おはよう。はい、ワードツー。でんでこちらにいらっしゃい。松屋のメニュー？松屋のメニューなんだろう。まあ、今、カルビ弁当。食べたけど、カルビ弁当だ。おはよう。今起きてないよ。エクスパンドが「おはよう、ワドさん今起きた」っていうコメントびっくりするんだけど、なんか今日まともじゃん。お腹はダメだったよ。刺身のことでしょ。下ったよ。軽く下ったね。やっぱ生ものは早く食べないとダメだ。エクスパンドがドクター M さんの写真は僕のツイッターか、ツイッターが一番早いんじゃないですかね。ツイッター見たら見れますよ。さっき起きたね、4時間前に起きた。
エクスパンドがまともに会話ができるってびっくりしてるな。すげえな。会話できるんだ。統合失調症かなんかな、エクスパンドは。見てみて。俺のツイッターだね。和藤さん、4時間前だね。4時間、5時間前に起きたね。おはよう。和樹さん、おはよう。和樹なのか、翔なのか分かんないけど、おはよう。
ありがとうございます。ありがとうございます。谷さん、おはよう。おはようございます。こっちの方が音いい？設定はあんまり変えてないんだけどな。音違う？ツイキャスト。なんだろうな。音いい？ふわっちの方が。なんでなんだろう。設定変えてたかな。あ、そうですね。4枚レタッチの雰囲気を変えたんですね。で、まあ、幅を広げていこうと思って、僕は白黒赤っぽい口紅のリップの赤を映えさせて、白と黒を基調にしたやつが自分の作風だとは思ってるんですけど、自分が推してる作風というか。
レタッチありきだからね、今も写真は。あ、もちろんもちろん。年齢というか、どこを隠したいかっていうか、どういうふうに持っていきたいのかっていうところになりますかね。あ、ありがとう。そこは意識したところだから嬉しいな。ありがとう。バカありがとう。スミルクさんありがとう。風船ありがとう。娘さん、おはよう。アイテムありがとう。おはようございます。おはよう、リコダン。おはよう。あ、そうなんだ。もったいないのにね。なんでアカウント爆発するんだろうね。継続は力なりで保存しておいた方がいいのにね。もったいない。ね、アカウント作り直しはゼロからだからね。もったいないよ。積み重ねればいいのに。本人の中で何かあるんだろうな。俺らには分かんない何かが。だろうね。リセットしたくなるんだろうね。破壊願望があるんだろうね。
才能あるのにな。才能あるやつほどもったいねえよな。すげえ才能あるのに。わかんねえもんだぜ。ああ、めんどくさいってよく言うよね。めんどくさい、めんどくさいって。着眼点すごくいいよね。あとシス、なんだろう、着眼点すごくいいんだ。仏教の本は読んでるのかな。絶対あいつは仏教にたどり着くと思ってたけど、どうなんだろう。図鑑見てる。瞑想やってんだ。バカにされたけどな、だいぶ。クーさんおはよう。さやちゃんおはよう。仏教なんてやらねえよってすげえ言われたけどな。まあでもいつか仏教に出会うとは思ってたけど。木に抱きついたり触って、何それあけいさんおはよう。植物にリスペクトがあるんだ。おー、植物リスペクト。
なんでみんな自分にできる企画達成を積み重ねて信用を積み重ねんだろうか。みんなっていうのは誰のことを指してるんでしょうか。みんな？みんなとは。達成できない。わかんないな。あんま放送見ねえかな。ああ、まあそれはあるかもしんないよね。それができるなら仕事をしてるっていうね。なるほど。いい見解だね、なんかそれは。便所さんすごいよね。便所さんすごいと思う。
けましておめでとうございます。もう3月ですよ。いや、明恵さんプロフィールに書いてあるよ。可視化してる。プロフィール書いてある。なあ、調べたら出てくるようにしてる。これ俺のプロフィールなんだけど、一番下のところに出資に関する報告っていう感じで。信用できないって言われちゃっても、配信でやってるわけだから信じないってことなんじゃないの？それを信用できないって言っちゃうっていうことは、俺のことを信じてないっていうことだから、もうそれは、なんだろうね。ちょっとそこまで来るとよくわかんないかな。信じれないって言われちゃったら。数字も公開してるよ。32万、それから、一口の10万円、両方とも公開してますよ。手元に残ってるのは10万ですね。何言ってるかわからないって、なんで？何がわからなかったの？
残りいくらっていうのは、300万の支援に対して残りいくら、募集をしてるのかってこと？設定金額で10万引いた残りの金額は変わる？どういうことだろう？300万から？どういうことだろう。今現在42万円の、金額を俺は手にしていて、32万円使ったので、手元に残っている金額は10万円で、残り42万だから258万円必要としている。これでわかる？この前ずっと書いてたんだよ俺。書いてたら消せって言われたの。それで花火からの募集もやめたの。ここに金額をずっと書いてたんだよ俺。タイムシフト見たらわかるよ。違う、300万円募集してますって書いてないよ。引き算で書いてるよ俺。トータル300のうちからどれくらい引いてるかっていうの表示してたよ、ここに。アキエさん。嫌なんだって見てる人が。だから消せって言われてから、じゃあ消すねっていう話をしたの。その放送もちゃんとやってるよ。俺らには関係ない、消せって言われたので、じゃあ消した方がみんなが見やすいなら消すねって言って消したんだよ。だし俺は使用用途の32万の内訳も10万円入ったことも放送で聞かれたら答えてるよ。何回前って何が何回前なの？それっていうのは何の話？かなり前だよ。で、そこからはじゃあもう放送と絡めないでスポンサーさんをちゃんと募集して組むようにするねって言ってから、一口10万円っていうことをやるようになったんだよ。おはよう、マリルボン。おはよう。曖昧ではないよ。そこから10万円いただいた分を報告をしてるよ、アキエさん。そこから一切映画の資金で花火をいただいてないよ、俺は。そこからはずっとスポンサーさん一口10万円でやるってずっと言ってるよ、アキエさん。
企画でお金もらってるんじゃなくて、スポンサーさんの10万円しっかりとね、クレジットが乗るだったりとか特典をつけて、でそれに対してのスポンサーさんを一口10万円で募るっていう方に変更するねっていう枠を正式に俺は言ってるよ。ちょっとね、俺もちょっと面白くはないかな、なんか。雑談ができる雰囲気ではないよね。アキエさんごめんね、ブロックです、さようなら。ベンノさん家近いと思うよ、ベンノさん家近いと思う。近い近い、なんだっけ、川越だっけ、どこだったっけな、川越だったかな。コンティニューコインありがとう。話がわからない人はブロックです、さようなら。残念です。はい、チョクさんお疲れ様です。
シルバーね、今ゴム型切ってますね。ゴム型切ってます。あ、ありがとう、ありがとう。匿名さんから花火いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。ドリームキラーだね。何が不満なんだろうね。ちょっとよくわかんないんだよな。用途も全部話してるし、ね、数字も明確に答えてるんだけど、ちょっとわかんねえな。あ、いつもありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。生活がうまくいってないんじゃない、幸せに気づけないタイプとか、まあ誠意を持ってちゃんと答えはするけどね、聞かれた部分には。ただ聞かれても納得がいかないっていうのはちょっとどうしようもないもんな。だってアルファ7とかカメラ買ってるところとかさ、入金とかも全部見せてるのに、それでも嘘だっていうならさ、何をもってその嘘だと言って出るのかもわからないし、証明しようがないからな。どうすればいいんだっていう。どうしたら納得いくんだっていうね。で、まあねえ、それはそう。で、なんだろう、昭恵さんがね、出資をしたわけではないから、第三者に納得いかないって言って説明をして、さらに納得いかない、詐欺だって言われたらね、どういうことってなるでしょ。さっきもコメントであったけど、そういうことで雑談が止まっちゃうっていうのは、他のリスナーさん迷惑なんだよって遠回しに言ってくれてんのに、まだ分かんないわけじゃん。まあ困ったもんだよね。俺らは一体どうすりゃいいんだっていうね。出資してないよ。
ありがとう。谷さんから花火いただきました。ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。マスク詐欺さんから、俺谷さんの顔知らないからな、 LINE で送ってよどんな顔なのか。マスクしてるのなんかすげえ好評だったよ。すげえ綺麗。まあでも医師の面食いだから、まあ谷さん美人だろうなとは思ってたけど、青谷さんおはようございます。ババアは自撮りしないんだ、名言だね。ババアは自撮りしない。お茶ありがとう。今日ね、ブルーに髪の毛をブルーに染めるやつが届くから、今日髪の毛青く染めようかなと思ってるんですよね。何時頃届くんだろう。楽しみだ。夕方ぐらいかな。おはよう、みーすけ。おはよう。
ヒゲもブルーにするね。ヒゲもブルーにする。マカロンありがとう。マカロンありがとう。楽しみ。ありがとう。ブルー似合うかな？大丈夫かな？肌色の顔ね、ピンク系とかなんとか系とかよくわかんないんだよね。おはよう、ココタン。おはようございます。
今日半袖だね。任にから暖房送られてきたからあったかいんだよね。数合わせありがとう。ニンニ、美人、俺も思ってた顔と違うんだよね、ニンニ。なんか、この前、松行安子にって書いてあって、ちょっと笑ったけど。まあなんか、あと関西弁だし、なんかコメントではポンコツなんだけど、見た感じ普通なんだよね。なんか意外とギャップがある感じがするかな。まあ。まあね、あこういう感じなんだっていう。ほら俺ずっとコメントでさ、あれだったから、なんか標準語使われてたから関西弁なんだと思って。もうなんか古い付き合いだから、なんか美人とかも言いたくないけど俺の口からなんか。もう 5年コメント書いてる人だから、もう美人でもブスでもいいよっていう。別に、まあでも俺もなんかもっと変な面白い顔してると思ったら、まあ普通になんかね、あれだったからびっくりしたけど。意外な顔立ちだったね。なんだろうね、なんでポンコツが集まってくるのか分かんないんだよね。ポンコツ俺の放送集まってくるんだよな。なんなんだろうね。ポンコツたちのオアシス。ポンコツたちのオアシス。ニンニに男だと思われてた。ああ、まあまあ。まあまあ。男か女か分かんないよね、ミースケは。それは分かる気がするな。会ったことない人は分かる気がする。まあ、ミンスケの素顔も俺知らねえかな、マスクつけてたから。なんかチンチクリンのずんぐりむっくりだったのは覚えてるけど。チンチクリンのずんぐりむっくりだったよね。違かったっけ。
もう俺はミースケに肌が汚いって言われたのは多分一生忘れられない衝撃だったけど、生ワードをどうって聞いたら、肌が汚いって言われたかった。初対面なのに 初対面なのにこんなこと言われたショックだよ俺。はあって思ったもん。なんだこいつ なんだこいつ。いや俺初めて会った時に、なんかその生で会うのとネットで会うの印象違うって聞いたら、なんか肌がカサカサ、肌カサカサじゃないよ、なんか肌が汚いみたいなこと言われて、何それと思って 何それと思って、俺びっくりしたもんね。ええー、そうなんだ、肌汚いんだ俺と。なんか確かにね、その日唇荒れてたんだよね。肌カサカサって言ったんだっけ。ショックだったよ俺は。びっくりしたよ。握手した時、あ、カサカサ、いや、もうやめて、本当にそういうの。カサカサ、俺、潤い素肌で有名なのに、マジで、カサカサじゃないよ。やめて、本当。ウェッティだよ、俺は。それもなんか会った時の感想で、握手した時肌カサカサだっていうのもよくわかんないけどね どういうこと？それもよくわかんないよ。面白いよね。独特だよね、ワードリスナーは。リップクリームぐらいかな、ハンドクリームとかつけないかな。リップはもうすぐガサガサになるからつける。ありがとう、リップ代ありがとう。KTR さんから花火いただきました。 KTR さん花火ありがとう リップ代ね。アドさん、タムタムとばっか話してたから、のんちゃん気使って私に話してくれてたんだよ。違うよ、俺はもう肌カサカサって言われたショックで、のりこお前が行けっつったんだよ。う。もうあいつはアンチに決まってるって言って、お前が対応しろっつって もうあんなもんは、あんなもんは、あんなチンチクリンのずんぐりむっくりのカサカサだとかいうやつは、お前もチンチクリンなんだからお前が行けって言って。めちゃめちゃ繊細だよ。むしろなんか、ああ、素敵みたいな、和藤さんかっこいいみたいな、そういうのを想定してたのに、そんなことある？カサカサって言われたんだよ、俺。ああ、もういいわ、あんなもん、つって。お前がやれ、のりこ、つって。お前が喋ろう、のりこ、つって。傷ついて。
タムタムもタムタムでまたポンコツなんだよ。もう超恥ずかしかったよ。配信外なんだけど、タムタムが入院してる部屋行ったら、病室上がるじゃん、エレベーターで。なんて言われたと思う。俺連れて行かれて、ナースセンターに連れてかれたの。ね。で、ナースセンターに連れてかれて、タムタム一言目に、なんて、俺書類書くと思ったの。入室証みたいなの書くじゃん。そういうのを書くのかと思ったら、皆さんって言ってナース全員バッて向いて、噂の和道さんが来ましたって言って、えっと思って嘘だろと思って、あ、例の和道さんって言って、ナースさんがこう、ああ噂はって聞いて、もうはずーと思って、あ、どうもって言って、たむたむ早く行こうみたいな、たむたむ早く行こうみたいな空気出したら、じゃあ皆さんって言って、えっここじゃないの病室と思ったら、別の階連れて行かれて、同じことされたの。皆さん噂の和道、あ、どうもみたいな、はずと思って、あ、お世話になってますみたいな、はずいでしょ。で、病室でたむたむがご飯の時間になって、俺彼女いないよここな。で、たむたむがご飯食べて、ご飯配膳の後点滴があって、点滴にナースが来た時に、たむたむなんて言ったと思う。いやー、看護婦さん、ラッキーですね。目の前に和道さんですよって言われて、もう看護師と目合わせらんねえと思って。もうテレビ見てたよ、俺。いやー、この和道さんに会えるなんてなかなかないですからね、看護婦さん。ラッキーですよ、つって。うわ、もう、はずい、はずいと思って。もう、あれを配信で回ってたら爆笑だったよ、みんな。もうタムも天然のポンコツだからさ、ごめんっつって、喫茶店行こうタムって言って、何の噂をしとるんじゃんお前はっていう。いや、マジで恥ずかしい。自慢の和道だよ。そう、恥ずいでしょ。いや、もうめっちゃ恥ずかったよ。もうなんなんこれと思って、あれは面白い。やっぱ和道リスナー面白いよな。もう聞かされてるんだよ、あ、例の和道くんみたいな、あ、例の和道さんみたいな、噂のみたいな、何を噂しとんじゃんお前はっていう。元カノだね、元カノ。あ、でもやっぱりね、配信外でやっぱすごいっていうのは、佐野うなちゃんマン。もう配信見てるリスナーさんが、この前お兄さん、そのリスナーさんのお兄さんと喋ってたんだけど、佐野は知ってるし佐野は見てるって言ってて、すげえと思って。配信のことあんまり分かってないのに、佐野智則は、うなちゃんマンは知名度あんのよ、一般市民権あるので、それはやっぱりよく聞く。佐野はぶっちぎりで有名、配信会で。もうなんか配信者の中で有名じゃなくて、市民権を得始めてるね、佐野は。すごいよな、下手な芸能人とかよりも佐野有名だからな。うん、全然知らない人も知ってるし、あと居酒屋で、東京の居酒屋で若い女の子がケピーとか言ってると笑う。嘘だろうと思うよ。ケピー市民権得てるので、その若い子たちは絶対ケピーが何なのか知らないんだよ。多分なんだけど、ちゃんまんのリスナーの珍味団がキャバクラに行ってケピーっていうのを流行らせて、それがキャバ嬢の間で広まって、キャバ嬢がアフターからそのホストとかに広がり、でホストとかもうすごいのよ。バズバイラルが起こって、元ネタが何なのか知らないんで KPE が一般的になってるっていう。すごくない？俺 KPE って居酒屋で聞くと吹くんだよ本当に。絶対あいつら佐野のこと知らないのに KPE 使ってるよと思って。やっぱね、10年ぐらい KPE 言い続けると広まるんだみたいな、すごいよね。
やめて本当にもう。すげえローカルなところで有名。あ、でもね、なんだったっけな、俺も佐野ほどまではいかないけど、ちょっと有名なのがあれなんだよね。やっぱね、あの、まあ、ぶっちゃけた話、そのカメラマンさんとかと仕事行くじゃん、現場で。で、2人でそのカメラマンさんと電車で荷物機材搬入して帰ろうかなって言った時に、全くプライベートじゃん、仕事じゃん、バイトじゃん、カメラ担いでるところで、はあ、和道くん何やってんのみたいな。今ナウのリスナーじゃなくて昔リスナーだったのとかが、和道くんじゃんみたいな、何やってんのみたいな、あ、いやいやいやみたいな、ありがとうございますみたいな言うと、はっずってなるよね、カメラマンさんに。あ、和道さんやっぱ本当に有名なんすねみたいな。何人ぐらい声かけられるんですかみたいな。いやいやいやみたいな。あと一番恥ずかしかったのが、鮫島さんがあのサバゲーに行ったじゃん、俺と小島グランプリとアメリカ人と、鮫島さんの4人で一般人のサバゲーに行った時に、40人ぐらいいるのよ、そのサバゲーチームが。その時になんか若い男の子、20代中盤ぐらいの男の子が同じチームになったの。要はバラバラに組まされるわけよ、鮫島さんとか4人が一緒のチームじゃなくて、そのチームに所属して40人でくじ引いて分けるんだけど、3チームに分けるんだけど、同じチームになった人が、ごめんなさい、本当にごめんなさいってゲーム始まる1分前ぐらいに、和道さんですよねって言われて、バレたと思って、僕2年前リスナーだったんすよって言って、今どこでやってんすか、ニコ生やってないっすよねって言われて、はずはずと思って、めっちゃはずいと思って、いや相手方鮫島さんいますよって言ったら、いやもちろん気づいてましたつって、鮫島さんと和道さんがなんでサバゲーやってんすかって言ってニンニおはよう。だからなんかすれ違いざまの声かけられは対処、慣れてるから対処できるけど、なんか2時間3時間その人たちと絡まないといけない状況は結構はずいよね。別にさ、街中で声かけられたらどうもって言って終わりじゃん、離れたら。だけど2、3時間も拘束されるような空間の中で、うわーバレてるバレてるっていうのはすごいはずいね。特にプライベートな空間がすげえはずい。どうやって対処すればいいんだろうこれみたいな。あとたまーにごくまれに、ゆうこさんおはよう、ごくまれにあるのが、はっっていう顔するの、コンビニの店員ね、はっってはっっていう顔した後に素に戻るの一回で、レジのお会計時に私だからみたいな、私だからねみたいな、リスナーだよみたいな顔するのいやもうやめろやそれと思って、それはなんか仕事中のリスナーがなんかどう対処して、なんか並んでるし列、なんかもう明らかにリスナーアピを顔でしてくんの、もう明らかに対応が違うの、あれはどう対処していいのか分かんないから会釈をして帰るっていうんっつって見かけたらね、あ、まあ普通に声かける人は普通に声かけるね、うん、あとねレゲエラッパーみたいなの声かけられた時は面白かったね。なんか中野坂上ですっげえかっこいい、もうレゲエ、もうドレッドヘアにカラフルな便所太郎みたいなファッションに、なんかエスニックな感じで、もううわゴリゴリのレゲエじゃんと思って遠くから見てたの。そしたらのんちゃん、俺は結構その人間観察好きだから、もうゴリッゴリのドレッドで背高くて男の人なんだけど、なんかかっけえなあいつと思ってたら近づいてくんの、えっと思って、そしたらなんて言ったかっていうと、のんちゃんと2人でいたんだけど、ワードくんすげえ応援してっから、ワードくん俺リスナーだからっつって握手っつってありがとうございますって言って、あれ俺のリスナーかよと思って、あれはびっくりしたねのんちゃんあれリスナーさんだったよっつって、びっくりだって言ってた、あれは面白かったね、ジャンル幅ひれーと思って、あんなのがいるんだと思って
レゲエマンがいるわ。レゲエかどうかわかんないけど、うん、かっこいい人だったよ。あの腹立つのは 2,3 回あるんだけど、1回だけ怒鳴ったことあるんだけど、あの電車の向こう側で明らかにカメラがこっち向いてニヤニヤしてんの。1人が気づいてんので、1人は気づいてないの。3人ぐらいの男で、おいワドだよって、もう分かってるの。俺はもうこんなんなってんの、もう本読んだりとかもうこんなんなってて、まあバレたわと思って、で声かけないパターンいいのよ別に。だけどムカつくのがその1分後ぐらいにこうやってカシャッ、腹立つよ、盗撮じゃんと思って。明らかに俺にカメラ向いてて、もう言わないけど電車の中とかだから、いやそれはダメだろうっていう。いやだってさ、あのケンタンメンさ、リスワンの数字見たらわかるけど、1ヶ月の間4万7000人だったのね、リスナー、あの人なんだよあれ、リスワンってアカウント1個に対してだから、だから4万7000人いるじゃん。日本人口が1億3000万人でしょ、割る4万7000人が俺のこと1ヶ月に見るわけでしょ。はだって日本人口に対して2700人に1人知ってる計算じゃん、余裕で。で今現在のリスナーで、だからなんだろう、2000人すれ違う上の新宿池袋渋谷だと1人2人に声かけられるの分かるでしょ。完全に2700人に1人は俺のこと知ってる状態なんだもん。だから街中で2700人とかとすれ違ったら絶対俺のこと知ってるやつ1人2人いるんだよ。いやいや単純計算そうでしょ。でうなちゃんマンとか金梅さんは1000人に1人ぐらいに知られてるわけよ。だから声かけられる確率は高い。もうそれはしょうがないなと思ったよ。あら3年目4年目ぐらい、ゴシャブ事件の後に明らかに変わったの。ゴシャブ事件の後も声かけられまくるから、もうそっからはプライベートの感覚ないよ、うん、正直ない。もう誰かしらに見られてると思って生きてるもん。だからすれ違いざまのリアクションでわかるもんね。あ、和道だみたいな、あ絶対あいつ知ってるわと思って、うん、だからヒカキンとかが外歩けないっていう気持ちわかるもん。もうとだってもう芸能人より有名なの、囲まれるでしょヒカキンなんか。だけど俺が救いなのがキッズ層とかに人気がないから、あのおっさんとかさ、おばさんとか、そのなんつうの、ある程度教養ある年代に認知度があるから、だから変な対応されないよね。でもお前ら声かけるとき忘れるなよ、俺のバッグには常にステッカーが装備されてることを忘れるなよ声かけたら分かってるなお前ら。いいよ声かけても、ステッカーが必ず俺のバッグには入ってるからな。マナーだからな、マナー覚えとけ。いいよ声かけよ、写真も撮るよ、写真も撮ろう、握手もしよう。ただ分かってるな、4枚で3000円だからな、4枚で3000円だから、分かってる分かってる。お釣りはいりませんっていうのがマナーだからな、1枚買うやつは。4枚で3000円、覚えとけ。あのこれを買わないで写真撮ってくださいとかねえかんな、握手してくださいとか。まずはステッカー欲しいんですけどがマナーだよ。言わせるなよステッカー買ってくださいって、言わせるなよ。待ってまーす。
だってさ、ステッカー買ってください、いらない、でも写真は撮ってくださいって意味わかんないでしょ。意味わかんなくない？ステッカーぐらい買えや。それはマナーだろ。常に持ってるよ。そりゃそうでしょう。もう売り上げ立てんの必死なんだから、生き残ってくの必死だよ。そりゃ持ってるでしょう。これは持ち歩きますよ。いつ何時1000円もらえるか分かんないからね。いつどこで1000円手に入るか分かんないから。やだな、ステッカーおじさん、やだよな。あ、ツイッターフォローありがとうございます。トイレ行ってくるわ。ただいま。
あ、おはよう、海の王子、おはよう。いいね、ありがとう。おはようございます。元気？今日は日曜日だっけ？アッコにおまかせの日なの。まだやってんだ、アッコにおまかせって。
手頃もね、全然チケット取れなかったって報告来てるよ、リスナーさんから。取れたわーって。今回めちゃめちゃ厳しかったのね、多分ね、手頃のチケット取るの。お、金魚姫起きた。おはよう。おはようございます。
ボンおはよう。ボン取れなかったんだっけ、ボンは。はい、ゆたんぽさんおはよう。ノージョブさんおはよう。ゆたんぽさん、なんか久しぶりじゃね？ここくんの。取れなかったんだ、残念だね。ねえ、あれだけ来たいって言ってた。だから1と2の時、来い来いって言ってたじゃん。案の定プレミアチケット。だから今回さ、本当あれなんだよね、後楽園とか埋められたはずなんだよね、後楽園ホールとか、新宿フェイスとか。へえ。もったいないのね、捨て頃やめるの。帰ってきた捨て頃とか、ああ、まあそんな感じだろうね。うん、やるんだろうね。帰ってきた捨て頃。あ、コンティニューコインありがとう、たくさん。アナキンさんありがとう、コンティニューコイン。
ありがとう、延長代ありがとう。ありがとう、アイテムありがとう。早く髪染めんの届かねえかな。楽しみな、ブルファンド、おはよう。
ありがとう、匿名さん花火ありがとう。ありがとうございます。匿名さんありがとう。おはようございます。ありがとうございます。花火ありがとう。どうしたの。ありがとう。ドクター M さん綺麗だったね。生着替えさんありがとう。すげえ綺麗だったよ。綺麗な人を写真撮るとね、テンション上がるよね。うまく撮れた時すげえね、テンション上がる。いや、あれは俺の作品じゃないから。あれは俺がモデルで、あれはあの感想は M さんに言ってほしいかな。あれは俺の作品じゃない。
ああ、知らんけど、おはよう、久しぶり。あ、マカロンありがとう。ありがとうございます。招待ありがとう。ありがとう。おはよう、おゆうこちゃんありがとう、バーガーありがとう、スーパークリックさんありがとう、おはよう、みんなありがとう、アイテム、おはようございます。金魚姫ありがとう。ありがとう。おはよう、ブリーザーさんいらっしゃい。はい、こんにちは。ホンディコインありがとう。あ、猫の目、おはよう。ウラジミールさん、コンティニューコインありがとう。早く届かねえかな。早くブルーにしたいな。楽しみ。ゆうこちゃんありがとう。ゆうこちゃん花火ありがとう。ドンツキー。ありがとうございます。ありがとう。
ありがとう。人生でね、ブルーアッシュに髪の毛はしたことあるんだけど、ブルーにしたことなくてさ、すげえ楽しみだよ。ありがとう。似合うかな。ブルー似合うかな。そしたらひげ短くしようね。なんかバランス悪いから今伸びすぎてるから。あー、ありがとう。大花火ありがとう。ゆたんぽさんから大花火いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。おつなちゃんありがとう。いいね、ありがとう。日曜日ね、楽しもうね。イエーイ。イエーイ。あ、ゼロさんありがとう。
なんだ何の作業もしてないよ。だらだらのほほんとしてる。まったり。ネットサーフィン楽しんでる。奥の赤いカバンはね、いくらぐらいだろう。定価5万、まあ6万ぐらいかな。6万円ぐらいのカバン、一生ものだと思って。昔ね、ああ電気代、いやそんな変わんないと思うけど、スタンドライトだよ。ただの奥のカバン6万ぐらいだね。いいカバンだよ。ずっと何年ぐらい欲しかったかな。26ぐらいの頃に欲しくて、手に入れるまで5年ぐらいかかったね。あれかっこいいね、あのカバンは。すげえ気に入ってる。めちゃくちゃいいよね。ランドセルって言われてるから。一生もの。なんか同じのをずっと使うのが好きなんだよね。服もそうだし、あんまりなんかこう変えたくないんだよね。なんかめんどくさい、服を選んだりとか小物を選んだりっていうのが。同じものをずっと身につけてる方が性に合ってて、そっちの方が好きなんだよね。何年なんだろう、ガキの頃からなんだよね。髪の色もできればだから真っ赤でずっといいんだけど、エセ垢が赤くしちゃったからかぶりたくねえなと思って、エセ垢が赤にしちゃったから。ブルー誰もやってないからブルーにしようかなと思ってさ、かぶったら嫌じゃん。なんか真似したみたいになったら嫌だから。
ブルーにしてもいいだよね。そう、そういうこと。おはよう、匿名さん。おはようございます。かわいいよね。やっぱおねだり上手にならないといけないから、いい映画撮ってもいい、いいよ。本当にいいって。今日もかっこいい。俺がかっこよかったことは一回もないよ。おはよう、みゆきちゃん。おはよう。働かなくてもいい？働かなくてもいい？いや、かっこよくなんかなりたいと思ったこと一回もないもん。泥臭いやつの方が好き。投げればいいじゃん。おやすみ、ゆうこちゃん。今日もお疲れ。いつから、ね、俺がね、配信始めたのは6年半前ですね。6年半前。ニコニコ生放送っていうところで、
3年ぐらい放送やってて、で遊んで暮らすのが夢だったのね。で遊んで暮らすには配信者が一番面白そうと思って、なんかそれで3年ぐらいかかって、ふわっちに来てから働かなくてもいいような生活ができるような感じの環境になったのはここ最近ですね。だキャリアは6年半ぐらいかな。でもなんかそれで3年ぐらい経ったらまた病気が発症して、このまま終わりたくないなって、なんか夢が叶っちゃって、配信でご飯食べれて、じゃあ今度は何がやりたかったのか考えようって、子供の頃一番最初になりたかった夢回収しようと思って、それが映画だったのね。それで映画撮ろうと思った。おはよう。ロードワークあんまやる気が起きないから今日もやめとく。このあと、うん、そうだね、寝るね。わかんない、寝たくなったら寝る。ヒーター助かってるよ、ありがとう。ヒーターすげえ助かってる、本当にありがとう。半袖族だからね。扇風機は持ってないね。
扇風機持ってない。さっきニンニが美人だって書いてる人いたよ。今日はいいや、カレー屋は。今日はカレー屋はいいや。最近カレー見てない。あそこのカレー美味しいよ、おすすめ。スピンで配信やってんだ。なん、おいしいよ。ネズミは出ないね。ゴキブリ小さいのがたまに出るぐらいで、ネズミは出ないっすね。マンゴーのラッシー、マンゴーラッシーだね。マンゴーラッシー、あれすごく美味しいよ。一緒に食べたいね、みんなでね。みんなで美味しいもの食べたいね。ん？案件でできるようになった？アンケートはもともとできるけど、何がアンケートなの？どうした？アンケートはできるよ、ふわっち、前から。ね、みんなで飲みたいね、マンゴーらしいね。楽しいよ、きっと。ラッシー、ラッシーがね、なかなかコンビニとかで発売されないの、なんでなんだろう。ラッシーすごい好きなのに。あ、オフ会全然開催したら遊びに来て。みんなで遊ぼう。
ねラッシー市販されないよね。あれどうやって作ってるんだろう。ヨーグルトから作ってるのはわかるんだけど、なかなかあの味を再現するのは難しいと思う。どうやって作るんだろうね。アンケートボタン、パソコンだと右下にあるけど、数字に。ローズウォーターなんだ。水とローズウォーター作れんのかな、自分で。ローズウォーターってどこで手に入るの。ローズウォーターってとこで手に入るんだろう。西葛西か。なんかあのインド料理を日本に持ってきたの西葛西のお店なんだよね。なんて言ったかな、一回親父と飯食いに行ったんだけど、インド料理日本に持ってきたインド人のお店なんだっけ、知ってる。なんかちょっと高めのお店、ちょいだけ高いみたいな。なんて言ったかな、あ、タージマハールだ。タージマハールだ。ふわっちコメントなんで打ちづらいの。ツイキャスもやってるからツイキャスでもいいよ。ツイキャスおいで、ハイパークロちゃん。何？コメントプツプツになるとかそういうこと？アンケートボタンあるって、何回調べないよ自分で。ニンニ、これはパソコンの放送ボタンでしょ？ここに Q ってあるでしょ？さあ出てくるって。ほらアンケートって、分かった？Q、 ここ、分かった？キーボードが重たいんだ。スマホの、まあでもツイキャスでコメント打ってくれても、ああ、コンティニューコインありがとう、コンティニューコインありがとう。
重たいのかな。しめじって何？あったでしょ。ちょっと頼むよ。しっかりしてよ、ニンニ。だからポンコツって言われんだよ。なんか閲覧100ぐらいあるらしいじゃん今。なんかこの前聞いたよ、リスナーさんに閲覧100ぐらい行ってたよって。ワード追い抜かれるよって言われた。ニンニブームが来てる。ニンニブームが。昨日アンケート取ったら、53% が男で 47% ぐらいが女性だったね。アイテムありがとう。ニンニいつもありがとう。あ、ニンニじゃねえや。俺もポンコツだな。ボンありがとう。失礼。ハートありがとう、金魚姫。ありがとう。スミルクさんバーガーありがとう。オフ会とかたまにですね、激レアですね、オフ会やるの。僕はあの人が多いところすごく苦手なんですよ。だからあのパンクしちゃうんで、本当に仲のいい人だけ集まる感じですかね。本当に仲のいい人だけ集まって呼んで、まあ 4,5 人でやる感じですね。いつも苦手なんですよ。
ントが多いところが。じゃあ、そろそろ終わりにします。お疲れ様です。ありがとうございました。住所、ツイッターに書いてあります、ゆたんぽさん。ツイッター、僕のツイッター見てみてください。きっと、僕は不器用だと。だけど自分を偽っては来なかった今この物語を君に捧げるよ何もなかったはずの自分の中から絞り出せた